ハエカビメ。ハエカビメは、接合菌に含まれる分類群の一つである。寄生菌が多く、菌種が発達しないこと、独特の射出方針を持つことが特徴である。ハエカビメは、6か22属200種近い種を含み、接合菌校では最大のかもしれない群である。その大部分は、寄生菌で、多くは、昆虫の病原体である。他に、類や、 シダ類の全容体に寄生するもの、船中などの無脊椎動物に寄生するものがあり、ごく一部の軍が自由生活である。また、人間を含む脊椎動物の病原体となる場合がある種も含まれる。ただし、これに含まれる群が単系統であるかどうかには、議論があり、一部の軍を独立させるなどの説が、浮上している。最もよく知られているのは、ハエカビであり、 代表的な種である、イーマスケイは、普通な、ハエ類に寄生し、殺してしまう。死んだハエが壁などに張り付いていて、その周辺に白い粉が散っていれば、多分これで、周りの粉は癒された胞子である。他にも、昆虫の病原菌となるものがあり、天敵防除の観点から注目されているものがある。菌主体はあまり発達しない。多くは、 短い菌糸の破片のような姿までしか成長しない。それぞれの部分は単核、または多角体であり、これを分節菌糸体という。既成性の種では、菌体は細胞壁を隠く姿をとるものがあり、あるいは酵母状の姿で、宿主体内に充満して、宿主を殺し、それから胞子形成を行う。その際、一部が宿主の体表に出ても、その体外に伸び出すことはなく、 せいぜい方針形成の行われる柄が伸び出す程度である。自由生活のものもあるが、多くは規制性であり、様々な生物に内部規制する。いずれもその内部に菌体が増殖する方であり、細胞内規制のものもあるが、細胞外に菌視体があって特化した吸気を細胞内に送り込む方のものは存在しない。宿主の範囲はある程度は広いものもあるが、 強い取得意性を示すものもある。この類の菌を用いた害虫防除が試みられた例もある。無償奉仕は菌師の先端に生じる。先端部がやや膨らみ、その基部に隔壁が生じることで奉仕が分断される。その後、奉仕が成熟すると、この隔壁の間で切り離され、奉仕は強く打ち出される、いわゆる射出奉仕である。これは、 胞子内部の静水力学的な圧力に関係すると言われている。この類の胞子は、往々にして胞子のままで、そこから短い柄を出してその先端に、次的な胞子を作る。さらに二次胞子から三次胞子が形成される場合もある。これらの胞子は一次胞子そっくりで、それより一回り小さくなるものもあるが、異なる形をとる例もある。一部では昆虫など、 宿主の表皮に付着する仕組みを備えた胞子が形成される。寄生菌の場合、胞子が宿主の体表につくと発芽してその内部に侵入する。この胞子は真の分生子と考えられている。接合均衡には分生子のような胞子をつけるものはいくつもあるが、毛かび目やキクセラ目などのそれらは単胞子の小胞子能か分節胞子脳、いずれにせよ。 胞子能に由来するものであると考えられた。そのような観点から、ハエカビ類の胞子についても検討されたが、現在では、真の分成子と判断され、これは、接合菌中では、例外的である。有性胞子は接合胞子能内に、単一の接合胞子を作る。これは、菌主体の接合の後、その間か、その側面に出芽するようにして形成される。 接合する菌糸は普通の菌糸とは取り立てて違いがなく明瞭な配偶指能は見られない。接合法指能はほぼ休憩で表面は滑らか。この方指は耐久方指として機能するものと見られる。また、休眠方指を形成するものでは、それが接合法指ではないかと考えられるが確認が取れていないものも多い。一部は無償的に形成されると見られ、 それを偽接合法指のと見る向きもある。例えば、ハエカビでは、昆虫の体内に菌体が充満すると、菌体は分節菌主体となり、体表面からは分生子を形成、体内では耐久法子を形成する。1980年代頃の研究から、この類の分類において、細胞核の性質が重視されるようになった。ハエカビ科では、核は大きめで、 寒気にも染色体がはっきりしており、また明瞭な核固定がない。また、体細胞分裂の間も角膜が消えず、閉じたままである。コンディートリアッチでは、角は大きくて、染色体がはっきり見え、ほぼ生えかびかのものに似ている。バッシジオボルスカでは、角は大きいが、明瞭な核固定を持ち、染色体は見えない点で、他のトガのものとは異なる。また角膜は、 分裂時に消失する。アンシラストッチとマリスタクリシ、ネヘザガターッチの核は小さく、はっきりした核固定があり、染色体は換気には見えない。ネヘザガターッチではさらに体細胞分裂時に核膜が消えず、その内部に大きな防水体が生じるのが確認されている。寄生菌ではハエカビは血清など動物性の成分を含む培地や、 組織培養のための培地で培養可能であることが知られている。不正のバシジオボルスなどは通常の培地でよく成長する。接合法指能を形成することから古くから接合菌として扱われた。また同じく寄生性の強い鳥持ちカビ目のものも当初はここに含めた。しかし無償法師が分生子であり射出法師であることや、 分節菌主体を作ることなど、形態的には他の軍と異なった点が多い。従って他の軍との関連は明らかではない。遺伝子情報からは、ケカビメやリマルガリスメなどと同一の系統であることを示唆する結果が得られている。また、バッシジオボルスがツボカビ類と同一の系統に属するとの情報もあり、接合菌類全体の系統を考える上で注目される。 ただしこの軍はこの目から独立させる考えもある。なお、二十一世紀に入り、接合金門は解体される方向であるが、この拓意については、独立した、ハエカビアモンとすることが提案されている。分類体系に諸説あるが、経過的にはトガを細分する方向に進みつつあり、以下の六課にまとめる。なお、バシジオボルス類は、独立目、とすべきとの説もある。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。